稲川久美香さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いおし願いしまます。す。僕消えます。はい。皆さん、おはようございます。私は皆川久美香と申します。私は普段ヤフーに勤めてるんですけれども、写真を教えたり、MC をしたり、いろんなことをしてるんですが、今日はフランスにある禅寺で、瞑想修行をしたというレアな経験から、どんな環境にいても今すぐ0円で幸せになれる、そのためのヒントについてちょっとお話ししてみたいなと思います。ちょっと皆さんにこれを考えてもらいたいんですけれども、なんかこう苦手な人とかって思いつきますか？なんか上司とか同僚とかママ友とかかもしれないですね。ちょっとこの時間で考えてみてください。ちなみに、プチ出家前の私は、もう人間関係に悩んだりとか、時でも人生こんなはずじゃなかったみたいな、そういうストレスを抱えて生きていました。で、私たちの人生っていうのは、いろんなことが起こってきましたよね。その時、そのいろんな嫌なこととかストレスの原因が消えてくれれば、なんか幸せになれると私たち思ってしまいがちです。で、相手とか環境が変われば、例えばコロナが収束すれば、そこが幸せな世界だって私たち思ってしまうんですよ。例えば最近マスク警察なんていう言葉聞くんですけれども、これ注意する人もされる、マスクしてない人もそれぞれに言い分があって、誰かのいいことのために活動して行動してるんですよね。だから私どっちかの肩を持つつもりは全然ないですけれども、アメリカで起こってるブラック・ライブス・マターとかも同じ構造なんじゃないかなというふうに思っています。で、この数字を見ていただきたいんです。99%。これ何だと思いますか？これは私たちの認識がどれぐらい間違っているのかっていう数字なんですね。もう思い込みとか妄想と言ってもいいかもしれないです。自分が苦手なその人のことを好きな人がいるんですよね。っていうことは、その人そのものが問題なわけじゃないんです。なんで、こんな風に想像してみてください。例えば、そのマスク警察の人が妻を最近コロナで亡くした人だとしたら、私たちの見方っていうのはもう一気に変わるはずなんですよね。で、自分の中にネガティブな感情が起こってきた時に、なんかこのこと、もっと言えば、この人は良かれと思ってこれをやってるってことを思い出せたら、世界は変わって見え始めていきます。で、例えばあなたに赤ちゃんがいて、その赤ちゃんがわーって泣くときに、きっとなんでこの子は泣いてるのかなってまず考えますよね。私たちに理由がわからなくても、理由がないっていうことはないんです。で、もう泣くのやめてよって言ったら、赤ちゃんはきっともっと大きな声で泣くし、もっと私たちは疲れることになると思います。例えばこれ、相手がウイルスでも嫌な上司でも、もう変わるか変わらないかわからないような対象に自分の幸せを委ねるっていうのはすごい危険なことです。で、生きてる限り、なぜかっていうと嫌なことっていうのは絶対起こるんですよね。なので、その対象を消したり変えたりすることは、もう途方もなくエンドレスな戦いをすることになるんです。で、私にステイホーム期間中にこんなことがありました。私一人暮らししてるんですけど、上に家族が住んでるんですね。で、結構足音の大きい家族が住んでたんですよ。で、去年その家族引っ越していったんですけれども、今度は5人家族が引っ越してきて、正直前の100倍うるさいと。で、毎日戦争みたいな兄弟喧嘩してるんですよ。もう全身全霊の叫び声を上げていて、最初本当にストレスに感じてたんです。でね、考えたんですよね。学校に行けないとか、友達に会えないとか、外でも遊べないっていうのは、その小学生にとってどれだけのストレスなんだろうって。で、この下の私がこれだけうるさいんだから、上で同じ部屋にいるお母さんはどんだけのストレスかって思ったんですよね。それ想像してみたんです。で、私は考えた末にこんなことをしました。ケーキを焼いたんですけれども、近所に相当な音が漏れてるってことは、本人たちが一番よく分かってるんですよ。なんで、私は今必要なのは苦情じゃなくって、優しさだなと思ったんですよ。本当に心から。で、ちょっとおせっかいかなと思ったんですけど、なんか大丈夫ですかなんて言いながらこれを持っていきました。で、お互いどんな人が住んでるか知っておいた方がいいと思ったし、もう私も間違った思い込みから解放されたかったっていう、私のためでもありました。で、それ以外軽いご近所付き合いが始まったんですけれども、昨日もね、すんごい大きな声でまた叫んでたんですけど、状況はそんな劇的に変わったわけじゃないんですけれども、私の受け止め方が変わりました。で、私にそれが平穏をもたらしてくれたんですね。で、ちょっと話変わりますけれども、私たち今二酸化炭素吐いてますけれども、これってどこ行くと思います？これって森とか、森っていうか、地球が吸ってくれてるわけなんですよね。だから、その物質っていうのは私たちの間をこう行ったり来たりしているだけで、同じなんです、全部が。だから苦手な人との間にもはっきりした境界線みたいなものは、なんか本当は存在してない。
なんでこれ簡単に言うと、相手の幸せを願うことっていうのは結局は循環して自分の幸せを実現することになるんですけれども、なんかちょっと切れ事に聞こえるかもしれないんですが、さっきあの種は条件が揃うと芽を出すっていう話をしたんですけれども、あ、したかな。自分のそのどんな種を育てるのか、でそれに集中することが大事なんですね。で、私たちの無意識の中には怒りとか悲しみとか思いやりとか愛とかいろんな種があります。で、この良い種だけに水やりをしてあげると、誰もが見てなくてもですね、そうすると条件が揃えば綺麗な花が咲くようになるんです。で、ネガティブな種もあるんですけれど、私たちの中にでもこれ否定しなくて、あ、あるなと思ってまた水やりをやめてあげればいいんですね。で、私たちはもうあのいつもいつも何かを考えてるんですけど、過去とか未来とか。でもその種に気づいたり、99% の罠にはまってるかもしれないって気づくためには、このラジオを止めて今この瞬間に注意を向けるっていう練習をすることが必要になるんです。なので、まあ、気になる人はちょっと簡単な瞑想とかしてみてもいいかなと思います。で、あのこれ私がお寺を去る最後の日にお坊さんが教えてくれたんですけれども、まあ、菩薩だと。で、これ本当だとすると、菩薩っていうのはこの真ん中の絵のこの穏やかな人じゃなくって、なんか私たちと同じような格好をして私たちの中に紛れてるってことなんですよね。なんで本当に嫌な人が現れたら、現れてくれてありがとうございますって手を合わせる、これ結構効きます。で、あのノーマドノーロータスってこのフランス、あのベトナム人のお坊さんが言ったんですけれども、ハスの花っていうのは透き通った綺麗なお水では咲かないと、泥が絶対に必要なんだ。で、これあの自分でこれ文字に書きました。で、今これ待ち受けにして毎日毎日忘れないようにしています。コロナが収束したら何々しようねみたいな話した私たち結構しますけれども、それってなんかまるでコロナが終わったら幸せな世界がやってくるみたいな話ですけど、でもそれはもう思い出してほしいんですよね。あの時がもうすでにあの世界が幸せだったということを今忘れちゃっただけなんです。だ、幸せっていうのは不確かな未来のどっかじゃなくって、この瞬間から実現できるってことなんですね。気づくことさえできれば。これ今日のポイントですが、まあ、何か一つでも使えそうなものがあれば持ち帰っていただきたいなと思います。ちょっと400秒ってすっごい短いので全然足りなかったんですけど、私そのいろんな引き出しからいろんなこう発信していきたいなって思っていて、あのプロフィールのところに書いてある私のノート、まだ記事が1本しかないんですけど、これからいろいろ書いていきたいと思うので、もしよかったらあのフォローしてきて、組み入ってください。で、あとあのリアル開催だと皆さんと直接お話しできる機会がないんですけど、まあ、プロフィールからこうインスタとか辿って、DM とかいただければ私必ずお返事書きますので、まあ、よければなんか感じたことなど教えてください。まあ、今日はありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。はい、久美香さんありがとうございました。朝からも素敵な気分になるお話ありがとうございました。もともとね、久美香さんもさっきプロフィールというかいろんなことされて特技もいっぱいあるんですけど もうなんかだんだんもう仏というか近くなってくるっていうなんかすごいですね。で、なんかその結構そうなりたいなって思ってる人はいっぱいいると思うんですけど、イライラしたくないなとかそういうところ出たらいいなって思う人はいるかなと思うんですけど、やっぱりこうなかなか時間がなかったりね、難しいって思ってる人も多いかなと思うんですけども、まあ、ちょっとさすがに3ヶ月フランスには修行に行けないけれども、まあ、ちょっとこうどこら辺からこう始めたら少しでも近づけるのかなみたいな、なんかこう久美香さん的にちょっとこう、はいはい、スモールステップでおすすめみたいなのってあれば行きたいなって思いました。例えば瞑想っていうとこう座禅を組んでなんか目を閉じて30分とか1時間とか座るみたいなイメージあるかもしれないんですけど、これもね結構大変なんですよね、毎日やろうとすると。なのですごい簡単にできることで、私も毎日実践してることなんですけれども、皆さん毎日何らかのご飯を食べるじゃないですか。これ3食の人もいれば2食の人もいるかもしれないですけど、でご飯を食べるときにこれ全部じゃなくて最初のなんか最初の3口ぐらいだけでもいいし、最初の5分ぐらいだけでもいいんですけれども、こう食べ物を口に入れますよね、うん、で今日のお昼とか朝ごはん食べるときにちょっとやってみてほしいんですけど、私たちってもう口に入れた瞬間にもう箸で次のもの触ってたりとかするんですよ。何食べようかなって考えて、はいはいはい、もうその瞬間にそっちにも意識がいっちゃってるってことなんですね、うん、なので私がやるのは箸をまず置きます、完全に。で口の中の食べ物が完全になくなるまで食べてるものに集中するんです。で食べ終わったなって思ってから
また箸を持って次に食べるものを決めてまた口に運ぶ、これも食べる瞑想って言って簡単にできる瞑想の一つの方法なんですね。なのでもう本当に次のご飯の時から試していただければ、なんかこう毎日が少しずつ変わってくるんじゃないかなというふうに思います。めちゃめちゃいいですね。1日3回もチャレンジする機会があるっていうことですね。だから1回2回忘れても大丈夫ってことです、はい、しかもね、いいことというかもっと味わえたりするから、自分にとってもね楽しみになるのかなっていうのを思いました、うん、確かに、ね、たまにこうスマホとかテレビも切ってね、なんか一人で黙々食べると、あ、すげえ美味しいなって思ったりすることもありますよね。なんかね、ダイエットにも効くみたいです。ちゃんと味わって食べるっていうことがですね、めちゃめちゃ実践できそうなヒント、うん、ありがとうございます、はい、お試しください。はい、まだ朝ごはん食べてない人は今日の朝から始められるかもしれないですね。そうですね。はい、じゃあ、ケンカさん、素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。